ハイサイ、ハイサイ、ヤホーリーさん、イエーイ。今日はですね、はい、スペシャルなゲストが一人呼んでみましょうか。このスペースね、期待ワクワク。はい、じゃあどうぞ。演奏でどうも。いや、お前かい。お前かい。お前かい。お久しぶりです皆さん。3ヶ月ぶりとかじゃない登場。そんな昔ですか俺。うん、嫌だな。たまに DM で来るわけよ。はい、ジョンジュの生存確認。あ、俺にちゃんといますから。ちょっと皆さんインスタから見てください。俺の最近ね、ジョンジュすごい個人チャンネルの頑張っててね。そうですね。そっちもぜひ見てみてください。見てください、ね、YouTube 貼ってるんでね。はい、じゃあということでね、はい、今日はちょっと企画を、カメラ企画をやりたくて、3人で集合したわけなんですけれども、はい、企画はですね、はい、はい、聞いてないんで。そっか、言ってないよね。言ってないです、怖いけどマジで。だからさ、今日の企画はこちらです。モノクロスナップ対決。おモノクロ、すげえ。やった、よかった。意外とナンパ系と思った。違う、ナンパ系だと思ったらちょっと力入るわみたいな。力入れんなよ。それぞれ機材も違うしさ、はい、縛り付けた方が面白いんじゃないかなと思って、モノクロスナップだけ。すごい。でやるという。モノクロあんま撮ったことねえ。そうっすね。いや、俺もないんだよね。え、お互い、そうだよね。お互いのモノクロあんま知らんよね。本当に。え、君のモノクロはどうなの？あ、僕のモノクロっすか。まあ、単純にまあサイド落としくみたいな。浅いね。以上です。そんな意識しないっすよね、モノクロに。いや、でもそうだよね。はい、確かに。俺もね、あんまり普段モノクロってやらないんで、今日はモノクロでちょっと遊んでみようかなと思います。おー、楽しみ。ということでね、はい、じゃあおっさんがね、街ブラ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 歩きながら、はい、ああでもないこうでもない言ってるの見ても楽しくないと思うんで、はい、はい、早速写真を見ていただきましょう。はい、早っ、早い、早っ。それでは写真はこちら。全然ブラブラしてないじゃん。サンスタジョンジー、はい、まあ本当久しぶりやん。久しぶりっすね。なんか、まあ、どう久しぶりに出たら。なんかまあいいっすね。いいっすね。うん、なんかなんか語彙力わかんない。シャバの空気はうまいぜ。うまいっすね。うるせえ、この人うるせえ。ホーリーさん、機材は？はい、今日はですね、うん、身軽に富士の XT1 っていうレンズもオードレンズのスーパータクマ 35mm、うん、あ、すいません 28mm。 全然違いないかい。 F3.5 で全然違いないかい。5000円のレンズなんで合計3万5000円で買えちゃったっていう紙の仕様になってますんで、これでいきたいと思います。はい、今日はジョンジは？ワイのですね、今日の機材は、うんうん、まあカメラはいつも通り α7-3 ですね。うん、いつになく噛んでるねお前。はい、そしてレンズがカブロンの、うん、なんだったっけこれ。はい、ということで俺は今日めっちゃ珍しいよ。はい、ボディは α7-3 なんだけど、はい、レンズは 2405F4。 おお、ズームレンズ1本。めっちゃなんか初めて見た使ってるの。これ仕事ではよく使うんだけど、うん、あんまりそのプライベートで使うことがなくて、今日はちょっとこれ使ってね、はい、撮ってみようかな。行きましょうか。うん、単焦点じゃなく珍しく。珍しいですね。たまにはズームのね描写でもブイブイ言わせないとね。はい、頑張ってください。じゃあ2人とも、はい、じゃあ各自おのおの好きなところで撮ってきてください。行きましょう。はい、行ってくるさね。行ってシュー。いやー、あっちの方ね結構盛り上がってて、こんな感じで撮影スポットも多いんですけど、ちょっと僕このヤシの木1本気に入っちゃったんで、このヤシの木1本だけにちょっとクローズアップしていろいろ撮っていきたいと思います。ヤシの木の葉っぱもね、視点変えるだけでいろいろ変わると思うんでね。アダンの木という沖縄ではポピュラーな木です。1枚目は若干ハイキーに撮っておりますね。3分割構図の交差点付近にアダンの実を配置する定番構図となっております。同じ植物でも着眼点を変えるだけで全然違った雰囲気になるのも写真の醍醐味ですよね。この写真は葉っぱの付け根付近のトゲにクローズアップして、手前と奥をぼかすことで立体感を演出しようとした写真です。まあ失敗したんだけどね。F4 で撮ったんだけど、思った以上に被写界深度が浅くなってしまったせいで、全体的にまあちょっとピンアマな印象を与えてしまったかなというところです。手前の葉っぱに夕日が強く当たってるせいで、見せたい葉の付け根部分よりも前ボケが際立ってしまってるっていうのも、まあ構図がごちゃついてる原因の一つかな。こういうのはちょっと構図を整理するだけで、よいしょっと。うん、手前の前ボケとして入れてた葉を省くだけで、だいぶ全体的に構図がすっきりしてトゲが際立ちましたね。アダンの葉の流線的なカーブは綺麗に出てるんだけど、やっぱりちょっとピンヤマ感が否めなくはないですよね。こういったところも考えると、やっぱり F 値の調整っていうのは非常に大切ですね。木の支えにアリが 4,5 匹いて、仲良く触覚を交錯させていた2匹が決別した瞬間っていうのをうまく撮れました。去りゆくアリは少しボケるように F 値は開放で撮ってます。タイトル、別れ
とかつけちゃったりしてね、タイトルとセットで楽しむっていうのもスナップの面白いところかなと思います。なんてことない写真だなって思うかもしれないけど、ここってリゾート地でみんなで海を眺めながらおしゃれな料理を食べてるわけよ。カラーだとね、確かに美しい海なんだけど、モノクロで撮った途端に奥の方は人間の環境破壊を感じることができて、手前の岩礁と波で自然の強さを感じることができる写真になりますよね。この写真と同じ海ですからね。モノクロってね、見るもののイメージを変えるから面白いですよね。こちらは過去の作品から。ポートレートをモノクロで撮るっていうのもすごく面白いので、皆さんにも挑戦していただきたいなと思います。ちなみに撮影中の僕はこんな感じで周りを気にしないスタンスで撮ります。誰も自分を見ちゃいないんでね、気にせず撮るのがグッドですよ。はい、本日ね、私ジョンジは日の丸構造ね、意識して撮ってみました。はい、こちらはですね、枯れてしぼんだハイビスカスです。モノクロとね、枯れたハイビスカスがいい感じにマッチしてね、寂しい感じをね、演出しました。はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。どうだった2人とも？最高、撮れた撮れたよかった。まあまあ撮れたんで、そこそこ、うん、よかったっす、巨匠みたいな顔しながら、はい、やっぱね、10分っていう縛りは難しいね。むずい。俺だからもういろんなとこ行ってる暇なくてさ、ヤシの木だけ永久に10分撮り続けたもん。ヤシの木おじさんだ。ヤシの木おじさんヤシの木モロクロモノクロおじさんさあ、ということでね、撮った写真皆さんにも見ていただきましたけれども、あのモノクロ楽しいですので、はい、ぜひ皆さんも挑戦してみてください。ほんと意外と楽しくてびっくりしたね。全然撮ったことなかったから。ホーリーさんの、写真と動画撮ってる風景はホーリーさんのチャンネルであるので、ホーリーさんのチャンネル下貼ってきます。よろしくお願いします。はい、ということでね、はい、こんなもんでしょうか。はい、久しぶりのゆる企画ということでいいんじゃないでしょうか。じゃあ美味しいご飯食べに行きますか。はい、See you。 早い適当雑す終わり。ねえねえ、比嘉さん、中本さんのお家ビデオブログも夫婦で始めたそうよ。あらあら、私それは知らなかったわ。綺麗な映像と沖縄の魅力と夫婦の仲の良さがたくさん詰まってて面白いそうよ。私のスマホで少し見せてあげるから、比嘉さん面白かったら概要欄からチャンネル登録するといいわよ。ちゃんまりおはよう。おはよう。はい、これ来て。今日は、はい、ちゃんまりをディズニーシーに連れて行きたいと思うよ。本当に行ってる？うん、いい感じ。お、ちゃんまりもいい感じじゃん。お揃い。いいんじゃない？似合ってるね早くしようよ。ドア開けたらそのままディズニーランドなんてことあるかもしれないよ。それはないでしょう。
あ、分かった、ホーリーさんと2人で最初やってて、はい、今日はスペシャルゲストがいますって、はい、どうぞってジョンジ出てきてさ、お前メンバーだろみたいな。